ミゲル・アンヘル・ブランコ・ガリードは、スペイン・ビスカヤ県、エルムア出身の政治家。バスク国民党に所属していたが、1997年に、バスク地方分離主義組織バスク祖国と自由の活動家に誘拐されて射殺された。ブランコ家は、ガリシア地方、オーレンセ県の春景ラデ・エスパダネードからの国内移民である。父親は建設作業員であり、母親は専業主婦だった。 1968年5月13日、ミゲル・アンヘル・ブランコは、バスク地方のビスカヤ県、エルムアにある、つつましやかな家庭に生まれ、ビルバオのデウストク、サリコにある、バスク大学で、経済学の学位を取得した。長らく父親と共に建設業に従事したが、ギプスコア県エイバルのエマンコンサルティングに仕事を見つけ、毎日バスク鉄道で通勤した。ポケル。 カニャベラルという二つのバンドでドラマとして活動した。スポーツファンでもあり、エルムアのスポーツセンターの閉鎖危機器に抗議するために、マドリードまで歩くという夢があった。1995年、ブランコはバスク国民党の青年組織に入党した。バスク州では、民族主義政党のバスク民族主義党が最大勢力であり、国会では二大政党の一翼を担う国民党も、 この地方では、比較的影響力の小さい政党だった。同年のエルムア市議会選挙では、第3位で当選して、エルムア市議会議員となった。当時のブランコには婚約者がいた。1996年1月、刑務所職員のホセアントニオ,オルテガララが、バスク地方分離主義組織バスク祖国と自由に、誘拐され、ETA は、オルテガと交換での ETA の囚人の釈放を、 要求した。オルテガは532日後の1997年7月1日に救出された。1997年7月10日には刑務所職員救出の報復としてエルムアシギのブランコが ETA の活動家に誘拐された。ETA は48時間以内にバスク州内の刑務所にいる ETA の囚人全員の釈放を開始しなければ、 ブランコを殺害すると、スペイン政府を脅迫したが、与党である国民党のホセマリア・アスナール首相は、要求を拒否した。釈放期限の前には、スペインの主要都市で、ブランコの解放を求めた大規模なデモ活動が行われ、スペイン全土で600万人が参加したとされるが、釈放期限の50分後である7月12日16時50分、ブランコは、 ETA の活動家によって背後から頭部を撃たれた。その直後、激痛に苦しむブランコがサンセバスティアン郊外で手を縛られた状態で発見されたが7月13日4時30分に病院で死亡した。ブランコの遺体はガリシア州オーレンセケンアメルカの墓地に埋葬された。2001年フランス領バスクのアングレットでブランコの誘拐と殺人を実行した。 フランシスコ・ハビエル・ガルシア・ガステルが逮捕され、テロ組織所属の罪で、フランスで服役していた。スペインの中央管区裁判所は2001年7月に、ジャポテ、恋人のイランズ、ガリアステギ、イボン・ムニョアの3人を起訴し、ムニョアは、懲役33年の有罪判決を言い渡された。2006年には、ジャポテ・トアマイアの公判が開始された。 チャポテは1996年2月に、社会労働党のフェルナンドムヒカを殺害するなど、数十の殺人事件に関与しており、ブランコの誘拐殺害によって、懲役50年の有罪判決を言い渡された。また、ブランコ誘拐に関与したホセルイス・ゲレスタムヒカは、事件の2年後に自殺を図った。ブランコの誘拐と殺害は、スペイン社会、バスク社会双方に大きな影響を与え、 先例のない運動を巻き起こし、ETA 内部でさえも公然と殺害を非難する支持者がいた。暗殺後には300万人ものスペイン国民が ETA のテロを求断するデモや集会を行った。それ以前にも ETA のテロ行為を非難するデモは行われていたが、これほど大規模な抗議運動はこの際が初めてだった。事件後には市民運動、エスピリットで、 エルムアが起こり、反テロリスト組織のフォロイルムアとミゲルアンヘルブランコ財団が発足した。スペインの音楽バンド、レボルベルのリーダーであるカルロスゴには、ブランコへのオマージュとして、ウナジュビア・ビオランタ、ワイサルバヘという曲を作曲した。2008年、映画監督のマヌエル・エストゥディーリョは、フトゥーロ、48オーラスという作品を制作した。 ブランコの人生最後の48時間を描いており、アンドニ・グラシアがブランコを演じている。ありがとうございます。